Okay. Okay. よしよろしくお願いしますあれ右右が左外してんこん中<ん>うん、うん、大丈夫大丈夫こんなだいつも左だったかな右だったかなって悩むわけ <laughs>、はあ、私両方隠すからな <laughs> <laughs> そしたら聞こえないのよねこ聞こえないよ 大丈夫はい、はいえー、皆さん1週間いかがお過ごしでしたでしょうかこの番組は「がくらじ」「かっこかり」毎週日曜午後5時から6時の1時間生放送でお送りしております。 はい、えー、今日はカズとジョンの2人で姉妹ラジオで行っていきたいと思いますはいそしてメールとツイ、えー、コメントリクエストなどをたくさんお待ちしております今日のテーマは「数年ぶりにやることやったこと」でお送りしたいと思います、えー、メールアドレスは 761‐FMCOSA.jp すべて小文字で761アットマーク FMKOZ.JP となっております。懸面にラジオネームを忘れずにご記入ください。はい、そして、チュッ、あっ、ゃっ、かんだ、ツイキャストユーストリームもやっておりますので、そちらの方でもぜひコメントリクエスト、曲等お待ちしております。はい、ということで、大丈夫はい、大丈夫ですよ。はい。 オッケーはいはい <laughs>、はい、なんかそうそうね機会がちょっとそうなんですよ <laughs>、ね、なんかちょっと最近ね私の、ね、私のねあのパソコンちゃんが調子悪いみたいで言うこと聞いてくれないっすよねまあまあねしゃあないかなうーんしゃあないのかな <laughs> 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 だからちょっと久しぶりに詳しい友達にちょっと、はい。 あの内科科科、検診をしてもらおうかかなと内内内臓部分をちょっと検診してもらおうかなって思っちゃいましたけど。<laughs> はい、ということで、えー、まずはですね、はい、今日今週1週間あったことの前に、うん、このタイトルなぜこのタイトルになったかといいますと、はいえー、今年は、えー、2月最後の、ね、28日2月最後のラジオなんですが、うん、なんと。 今年,うるう年でして2月29日まで、はい。い、はい、一日多いですね多いということで数年ぶりに会ったことややること,やることなどねやっ,やったことをテーマに話していきたいと思っておりますよ。はい、はいはい、ということで今週会ったことはい今週会ったことうんそうですねなぜか <laughs>、はい、なぜか今週はとてつもなく忙しかったですね。 多分来週も同じような感じだと思うんですけど、うん、なんかここ最近なぜだかすごく仕事が多くて、はい、あのみんなあれなんかいつもと違くないみたいないつもだったらこの時間休めるんじゃないみたいな感じの時に <laughs> ものすごく仕事がいっぱい舞い込んできて、はい、なんかみんながなんかあれいつもと違うぞなんか今日疲れたぞっていう雰囲気になってる日が。<laughs> <laughs> 今週結構多かった気がしますいいねやりがいがあって <laughs> やりがいうん仕事にやりがいがあるってことだよねきっとねそうですかねまあそういうことにしときましょう <laughs> <laughs> いつもやりがいがないのかな <laughs> いやいやいやいつもいつもやりがいがある中での <laughs> まあ休める時に休めないのはきついよねまあまあまあ一応勤務時間なんでないなんですけどあ、ね、そうですね がない分っていうことなんでまあ発注が多くて仕事が多かったってだけの話ですねいいことですねいいことですいいことですはいかつは先週に引き続きテストがございましてはい前の週よりかはそこまできつくないかったんですけどテスト勉強ししてまたそうだね結構見てる限りではずっと勉強してた気がするまあ家にいない日が多いからねそうそうそうだからね 家にいる限りではあの見たのは勉強してるかご飯食べてるか寝てるかどっちかだったからわー自分が学生の頃でもそんな勉強したことないよっていうくらい勉強してたなそうなんですよね <laughs> そしてですねあの先週頑張りすぎて、うんうん、今週あの風邪ひきまして <laughs> あだからちょっと声がちょっと <laughs> <う>ちょっとあのちょっと鼻にかかったようなねで<も>鼻声でもない枯れてるような感じが鼻声ではないのそう。 鼻はね、あの今回珍しく出てないんですよね。おお、珍しいですね。はい。なんか喉もそんなに来てなくて、だけど結構枯れてますよこれ。咳だね。あ、咳なの。咳が来ては。それは喉き喉に来てるとは言わないのか。いや、喉は痛くなかったのね。だけど喉にあっける。最初喉自分の場合はあの喉が痛くなり、鼻水出て咳が来るんだけど。喉風邪ですね。そう、喉風邪から来るんだけど。 今回かぜから来なくて、うん、喉はそんなに痛みはなかったああなるほどね咳がきて鼻がきて、うん、咳がきた <laughs> <laughs> おお<ー>咳はねあの昨日は鼻だった、うん、その前に咳がきて、うん、昨日一日鼻がきて <laughs> で今日また喉がきたと今日うはん喉はうん咳だねあ、咳がきたとなんかいいんじゃない咳も喉も一緒だよ 違うよ何が <laughs> 違う<よ>一緒だよ部署一緒じゃん違うよ一緒ですよ違うよ喉は咽頭だよ咽頭。そんなそんな専門的なこと言われても知らんから喉は咽頭だよ素人目にしたら一緒だよ咳は肺だよ肺 <laughs> 肺素人にしたら一緒だよ場所が違うんだよ一緒だよ違うんだよはいということで マウスを探すのにちょっと、ね、手間取っってしまったね <laughs> あのマウスを取ろうとして陳さん触ろうとして、うん、じゃないっていうのを見て <laughs> 下にこの手を、ね、あの内側に移動したら自分のスマホがあってこれじゃない、うん、あどこだみたいな最初から見て探しましょう <laughs> そうね、うん、ちょっと手が怪しいことになってた <laughs>、はい、ということでカズ、はい、は今週忙しかったのは、まあ、勉強で勉強で忙しかった,忙しかったぐらい みんんな忙しかかったんですかね今週はそうそうそうれでねあのそうまだねインフルエンザの注意報出てますからね気をつけていただきたいです小野陽子さんもね,ねインフルエンザだったみたいですね,ね。アメリカのなんかニュースで流れてるっていうのを日本のニュースが報道してたよ <laughs> 小野陽子さんがあの病院に何緊急搬送されて小野陽子さんがと入院されしたのをあの。 あアメリカの、うん、米国アメリカの、うん、あのメディアがこぞって報道しましたっていうのを日本のメディアが報道してたから <laughs> ああすごい面白い現象だなって思いながらうん、うん、そこそこなの <laughs> 小野洋子さんが入院しましたっていう方じゃなくてそれを報道してたよ、うん、アメリカがっていうのを報道するんだなと思って <laughs> まあね、うん、不思議だよね <laughs>、うん、そ,それを見てあそうなんだっていう事実したからね <laughs> <laughs> はいうんまあねあの 中部もね、一応注意報入ってるしね。ま,まだ入ってるんだ。一応24日では入ってたよ。んあの掲示板に貼られてたあの自分のね、はい、学校のよく出るんですよ、注意報のやつが。ーはいはい、中部も南部も北部もね、全部入ってましたね。はい、はい、ということで、コメントの方を読んでいきたいと思います。はい 中村さん、こんにちはということでこんにちはこんにちは久しぶりに就活しますということで半年ぶりにでしょ半年ぶりだちゃんと読んでください勝手に勝手に内容変えないでそうだね事実はね全部一時一句間違えてよそうですよねリスナーさんの声ですからこれ勝手に自分の声にしないでください略したらあかんねはいということで毎日あそうそうそう沖縄デスクさんこんにちはこんにちはこんにちは今日は略したよ <laughs> みんな普通に言うのにいつもちゃんとはい、えー、毎日中村、えー、さん毎日18時間か、えー、足す60時間働いてたらテンション壊れてうわーうわーつらいそれは壊れるわそれは発狂するね完全に <laughs> うん、うん、もうあの社畜の域を超えてますよ完全に <laughs> そうね 発狂レベルですよこれはやばいやばい、はい、そしてコスモさん久しぶりです久しぶりですと、えー、いうことで AKB ファンさん「こんかえー、ジョンカズこんにちは」また名前変わってるよ <laughs> だけど前みたいに何 <laughs> だっけジョンジョンジュンジャン <laughs> <laughs> じゃんじんジュョン <laughs> <laughs> じゃない分まだマシですましそうねはい <laughs>、はい、コスモさん今日は2人ラジオかなっていうことでそうなんです今日は えー、姉妹ラジオで、はい、はい、二人でやって,おりっていきたいと思います。お願いします。沖縄大好きやん。今回のテーマはということで、そうですね。今回のテーマは、えー、ウルート氏にかけまして、えー、数年ぶりにやることやったこと、はいということで。 話していいいきたいと思います、はい、<laughs> 待って今今ちょっとあ AKB ファンさんの目に入って吹き出しそうになった <laughs> あかん <laughs> ちょっと一文字違いだけどね <laughs> 違う <laughs> 待って <laughs> はいということで、えー、内地も警報インフルエンザ出てるそうですねあそうなんですね、はい、中村さんが今年はなんかね気温の寒暖差がすごい激しくてあのすごね か大寒波があったじゃないですかそれのせいでなんか例年よりちょっと遅いんだったかな、はい、ぐらいだそうですけど、はい、でもねあの今日は暑いですね沖縄はね今はちょっと長袖着てるけど自分なんか半袖なんですよ <laughs> 七分ね半袖ではないのでこれ七分なそれは七分なこれ半袖でしょほらそれ七分 <laughs> 七分部七分部、まあ 春,春秋春夏の服着てでも全然いけるぐらいなんで、ね、そう数は長袖履いてるんですけどあの暑くて車クーラーつけてますね, <laughs> ね<え>そうクーラーラがいいぐらいっていう昨日はね結構ね寒かったんで、ね、そうですね,ね結構寒めだったんですけど肌寒かったんだけど今日はねまたねあったかいですね、はい、AKB ファンさんが今日のパーマーは <laughs> 今日のパーマは。ストパーで。ストパー。嘘嘘嘘嘘。誰も、だ、と、パーマなんてかけてないよ。ね。ちょっと、いきなりだ。やってみたい、やってみたい気もします。そう、いき、やってみたいんだけどね。なかなか、なんか、勇気がね。ちょっと似合わなかった時のことを考えると、勇気が出ないですよね。だから、あの、自分で巻くやつがあるじゃないですか。あれで、ちょっと試してみたいなところは。なくもない。なくもないけど、あれも痛む。髪の毛が痛む。 あもうすでに痛みが出てるから登でさん、ね、痛んでるのにっていうところが <laughs> ねそ,そこら辺ちょっとねあの、うん、まあそこら辺はあのケアしろよって話だけどね面倒 <laughs> くさがってるだけなんだけどはいはい <laughs> どうしたのって聞いて<や>い,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 いろいろ読んでたけど、うん、あのねあのそろそろねあのあ<ー>一旦曲っていう な、ね、これ、ど、ど、どこで切ろうかなって、ちょっと、あ,あの。じゃ、そろそろま、ね、ま、真顔で読んでた。<laughs> コメント、ね、やめてください。<laughs> はい。ということで、えー、っとね、えー、っと。待って、待って、あの、あの <laughs> 何何。なになに。ちょっと待って。たちつ。<laughs> どうしたの? <laughs>。何が読めないの?。てっちゃんさん。て、て。てっちゃん。あ<て>ってる、てっちゃんさん。何が?。 見てるコメントどこのコメントを読んでるのかわからないのでちょっとらい,さいこんにちは」の方あちょっと自分にそれは表示されないんでわからないですえ待ってこんにちは <laughs> こんにちは <laughs> お久しぶりですお <laughs> 願いしますはい覚えてますよ大丈夫ですよはいということで一旦曲にいき,いきたいと思いますははい、はい <laughs> では最初の曲は、はい、えっとポルノグラフィティさんのですねはい ミュージックアワーという曲を流したいと思います。はい、それではどうぞ。 はい <laughs> そうまたね映ってる数がね黙々とね作業始めたらどうなるんだろうって思いながら作業始めるよまあいいですけど喋りながらやってくださいね。いや黙んないでくださいよそう言ってるやさっきに。 えー、かつ無理、そんな女子力高くないからそんな器用なことできない。いいいやいや,いや,いやいあ、もう終わっちゃうし、もう終わっちゃう。まあ後で書いてくださいな。そうねまあ、最初はねあのジョンがどうにかしてくれるはずだからな。最初ってあの曲紹介しかしないですよ。大丈夫よ。 <laughs> 大丈夫なんですかその間も黙っとくからねやめてくださいよ大丈夫あと20秒あるはい皆さん申し訳ないですあの沈黙続いておりますが一応数存在しますのでね <laughs> お画面に現れている数はあの人形ではありませんよ はい、えー、先ほどの曲はポルノグラフィティさんの曲でえー、っと「ミュージックアワー」でした大丈夫起きてます起きてます起きてます大丈夫ですかちょっと曲名をど忘れしただけですよ大丈夫ですかなんか機械みたいなさっきお送りした曲はみたいないやいやいやちゃんと言うてたよあなたほど噛んでないですからギリギリセーフですまあ私ほど噛むような文章言ってないしね喋ってないしね喋ってますよえい 一生懸命喋ってますよ嘘つけい数ほどなんか喋ってないから噛む必要もないもんな。いいいいやいやいや,いや,いやはい、ということで <laughs> この番組は「か地カッコカリ毎週日曜午後5時から6時の1時間生放送でお送りしております。<laughs> えー、こちらはですね沖縄県沖縄市にあるパークアベニュー入り口沖縄市小座にありますパークアベニュー入り口の右側に。 あります。F.M. 小座より、まあえー、お送りしております。生放送でお送りしております。今日は、えー、カズとジョーの2人で 2>、はい、姉妹ラジオでお送りしています。はい。はい。今日のテーマは、えー、数年ぶりにやることやったことということで、えー、明日ありますあります。明日,明日ねウルードのの,のう今年のウルード今年はウルード市ということでこのウルード市にかけてみました。 もうぐたぐたやんかしゃーないよなああ仕方ないですはいこういうこういうような番組ですぜひゆるくきで喋るような感じの番組違うんだよ本当は兄弟でやるような番組じゃないんだよ違うんです違うんですよ本当は兄弟番組じゃないんですもういいかということでねんかほら皆さん勘違いしてるし困るじゃんいいです あのもうほぼ兄弟でやってるんで <laughs> 兄弟ラジオってことでいいです <laughs> はい <laughs> ダメはい <laughs> ということで。えー あの皆様が、ね、作り上げていく、はい、リスナーさんの声でできている番組ですのでぜひあのメール、コメント、リクエストなどをたくさんお待ちしております、えー、メールアドレスは 761-FMKOZA.JP 全て小文字で 761-FMKOZA.JP となっております懸命にラジオネームを忘れずにご記入ください、えー、そしてツイキャスというストリームの方でもやっておりますのでそちらの方でもぜひコメント、リクエストたくさんお待ちしておりますはいということで ちょっと告知みたいな感じになってしまうんですが「アットマークがくらじりん」の方でツイッターもやっておりますので、はい、ぜ,ひぜひそちらの方でもチェックしていただけると週1、えー、5時前と。 6時後に <laughs> 1個ずつコメントがよくされていますので <laughs> <laughs> はい、はい、それ以外にもねちょいちょいしたりしていったりするかもしれない <laughs>、はい、なですし <laughs> あのメッセージが来たらね必ず返信しますので <laughs>、はい、ぜひあの、返信とかダイレクトメッセージでしたら分かりやすいので <laughs> そうです、ね、ぜひそちらの方でコメントくださったら返信します。 そうじゃなかったとしてもね自分たちに向けて発せられたものならジョンが対応してくれます。はいということで <laughs> あのこのねあの途中で切っちゃったメッセージについてねやって、はい、このまた返していきたいと思います。はい。はいこすもさんが、えー、札幌では現在外気温2度。はー、あ。2度。2> ここ何度かな。 す多分ね、あの二桁、絶対二桁。いやー、絶対二桁っすよ、二十何,何度です <laughs> 絶対二十何度、はい、え今日の沖縄市、22度でございます、はいい度違いますそうですね、20度の差、あったかいですよ、今日は、風もそんなになくてね、太陽さんさんなんでね。すごいねー、はいねはということで、2度って言ったら雪降りそうじゃん、そう、沖縄の人、多分外に出ない気温ですね、それはね。 うん、あの沖縄なん、何度、4度、四、まあ、度ぐらいであられ降って雪ーってなったもんね。あれ、4度だったんだ。4度ぐらいじゃなかった。<ー>うん、まあそうですね、35年ぶりくぐらいにそれで1週間ぐらい話題続くんでね、沖縄の場合はね。ということで、はい、コスモさんがえー、今日あ、前。 毎日大量のインフルエンザ患者に対応しているよそうでしたねああまあそうですねそうですね,そうですね医療機関は医療従事者は大変ですねこの時期はコスモさんも移らないでくださいね気をつけてくださいね,さいねインフルエンザは予防注射を打ってもかかるんでねいつねああそうです肩、ね、が違えばかかりますのでね、はいはい、気をつけてくださいはいということで一医療機関 ええー、期間に約三十二人のインフルエンザ患者ってこと。<ー>そんなに。大変ですな。はい、そして、さすきさんがお久しぶりです。<ー> F. M. 講座、こんばんは。お久しぶりです。ただいま。えー、僕はあなたのファンです。<笑><笑>いいよ、そこは読まなくて、僕はあなたのファンです。いらなかった。えー、それジョンに言ってるかもしれない。いや,い,やいや、いや、いや、うち。がくらじにね。がくらに、あの、僕はあなたのファンです。ああ、ね、なるほどね。はい。それだった、らありがとうございます。って受け取る。 なんでそんなさ、<laughs> ひどいようなさなんでそんな捉え方するかな <laughs> はい、ということで風側へ咳込んでせき <laughs> また大丈夫か <laughs> ちょっとねあの、<laughs> たまにむせますはい、ということでご了承ください中村さんのど痛めたらしいんいいよもう喉ででしょ喉だからいいよもう喉で、はい、ということでえー あのサスケさんが僕はハーフです、ドイツ人と日本人ですということで、はい、お久しぶりです、えーど、ドイツに住んでるそうで、どうぞよろしくお願いしますということで、ありがとうございます、あ日本語での外国人さんからのコメント大好きです、ありがとうございます。英 <laughs> 英語語でででれれるるより大好きですひどいな <laughs> 英語く方も 大好きです大好きですがさらに大好きです <laughs> あの日本語をもう読めるか危うい数にあの日本語でむしろ英語であえての日本語で来てくれる方は大好きです <laughs> もう何言ってるか分かってないよ <laughs> <う>混乱してるの大丈夫 <laughs> <laughs> ちょっとね英語あの読めないんですよそうそうです、ね、そうなんですあの読解不能として <laughs> あの。 ありがとうございますコメントって言って流してくれる流してしまう可能性が高いのでちゃんと、ね、ちゃんと後であので、ー、翻訳して意味は理解してるので大丈夫ですよでジョンははいちゃんと翻訳してます頑張って読めそうなのでね大丈夫ですよはい,はいということで、はい、<laughs> a q b さんクール便で送るそうです何を,何を <laughs> 何を送ってくれるのそうよ二人でツッコむよ中村さん嘘です何がみたいな <laughs> なりますよはいもう AKBIN さんファンさんのはスルーしますはい <laughs> ねあの僕は数のファンですって来てるんですがスルーしますいいですか <laughs> <laughs> はい、はい、ということでメモしてるねそうなんですよあのねちょいちょいしてます、はい、があのこれはねあの一応あのあれの時にねなんだっけなんだよ メモしてる理由は知らないですよ CM の間にいろいろとね,あそうね必要な情報をメモしているだけでございますので、はい、あの本当は、ね、ツイキャスの方で喋らないといけないんですけど喋らずにあのね下向いてね <laughs> 皆さんとの会話を楽しんでくださいよ今日 <laughs> はね,はね何も助けてくれないからねいやいやよってますよしらないんだよねこちらのこの見てください見えないけどこのキザ見ない <laughs> 知らねえよいやのどか

はい大丈夫だね副交感神経高めていこうぜはい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 がったな。はいはい落ち着いてああもう大変もうそしてねあの皆さんの会話楽しみすぎてねあのまだあれに行ってないなんだっけ本題本題に行ってないそうもういいかなだめっすよ本題に行きましょうだめではい 今日はねあの数年ぶりにやったことやることでやっていましてそれで、うん、あのウルード氏についてもちょっと調べてきましたのでウルード氏についてねなぜこのタイトルにしたかっていうことでこのウルード氏にまず調べてみてウルード氏に関するようなことを何かしゃべろうではないかタイトルにしようではないかっていうことで調べてみた結果、はい、ウルード氏についてまず言っていいいきたいと思まあまあ皆さん分かる通りウルード氏は4年に1回ある。うん オリンピックと同じ増えるぐらいの自分もね記憶しかないんですけどす、ねすね、記憶っていうかの知識、うん、しかなかったんですけどまずまあちゃんとうるう年について知ろうではないかとまあまずうるう年は暦のねずれをなくすために、うん、暦のずれでそのままずれてたら季節とかもずれていくので合、はい、わなくなるので。 4年に1回ずれを直すっていうために1日増やすっていう形にしているそうです、はい 1>, はい、1年で0.2422日の差が生じるみたいなんでおそれをそれがかける4で、0. えー、4年では0.9688になるのでまあ約1でいいだろうって <laughs> なるほど <laughs> いうことではい4年に1度 1> 4年に1度なるほどね29日設けるということでまあ そんな感じですね、はい、まあ4年に一度誕生日の方はラッキーっては思うんですが4年に1回しか年取らないんだよっていうあの先生もいたんですが <laughs> <laughs> 小学校の時にね,ね自分ルード氏のあれだから、えー、4年に1回にしか年取らないんだよ てい,う先生いたんですがまあ、ウルイドス誕生日の人会ったことないんですよあそうなんですか、うん、いたんですよあの自分の担任ではなかったんですけど隣の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 隣遠いですね <laughs> <laughs> はいということでいたんですねはいへえそうなんだみたいな感じだったんですよ、うん、あのまだ、えー、小学校1年生でしたので <laughs> じゃああの先生何歳なんだろうみたいな <laughs> なるほどね <laughs> まあ実際の年齢は食ってますからね,ね誕生日が違うけ、ね、そうですね誕生日はねあのだいたい後ろに回されるらしくてああだけど聞いた話なんか選べるんじゃなかったっけまあ選べるどっちか、まあ、まあでも大体は3月1日が誕生日代理になるそうですああそうなんだはい2月28日までしかない年は3月1日に代理になるなるほど1日遅れされるんでねはい みたいですねおーまあいいじゃん一日年取るのが減るって考えたらうん別にどうしても年は食うしね <laughs> <laughs> まあねまあね,まあねそれにまだ気にするような年でもないですしねまあねいや年はとっても楽しいですようん大丈夫ですよそうだねあんまり嫌なものでは自分ないですけどね皆さんそう思ってますよ大丈夫ですよ <laughs> 人によりますけどねまあそうですねはい ということで、ね、あのー、まあずれを正しているための年が今年ありますっていうずれを直すうん数年に一度うんまあ数年にやってやったことをやることでいいかっていう感じで <laughs> 今日のテーマ「悩みに悩んだ末これになりました、はい」はい。ということで一旦曲にね半分になってしまったので、はい、一旦曲に入ってから えー、コーナー挟んだ後にまた喋っていきたいと思いますということで曲大丈夫ですかちょっと待ってくださいねはい <laughs> ではまずねあのコメントの方を読んでいきたいと思いますはい、はい、お願いしますはいということで「えー、4月は半袖?」っていう中村さんがなんと4月は半袖もいます <laughs> そうですねあの早い時は3月とかからね す沖縄の場合新入生4月の新入生いるじゃないです中学校と高校に上がる新入生は夏服です沖縄の場合あそ,う、ね、そうですねだからあのすぐ分かるんですよねすぐ分かるんですよねあのまあ自分が高校の時はあの自分の代かなぐらいの代にはもうみんな4月には チェンジさせられたんです小学あ中学校の時は小、えー、学校から上がってきた1年生は夏服それ以外は冬服みたいな感じでまあ中学校の時場合はねいろいろ見分けはつくんですけどそんな感じで寒そうでした1年生大丈夫はい,はいということで。 続きましての曲は生き物係がかりさんの曲で「ブルーバード」ですどうぞ。 渡辺まゆゆさんあら面白そうな番組まゆゆっていうことであれそうですか <laughs> 初見ですか本当ですかあれ前まゆゆさんじゃなかったですいやまゆゆさんだった気がしますよ数数,数上手ですよ検索検索ではない検索 <laughs> 数履歴にありますもん じゃなかったですかねごめんなさいじゃなかったらすみませんまゆうさん一回いらした気がするんだけどいますよ <laughs> まゆうさんいますよほら数すごいでしょ <laughs> <laughs> すごい記憶力だね、はい、いつだっけえ二、ー、月十四日です <laughs> <laughs> すごい記憶力だね多分が映像だと思うけどね <laughs> え 多分写真に撮ってある <laughs> <laughs> そうそうそうああのあでも記憶はあったんだよまゆえさん AKB ファンさんがいらしてた時に、うんえー、いらしてた時っていうかこの標準の中にね、うん、あ渡辺まゆえさん初めましてですねっていう話をした記憶があります、はあなるほどまあ2月14日だからね <laughs> そりゃね近いわな近いですね先々週だわな はい、ということで、初見じゃないですよ。ちゃんと、ちゃんと覚えてますよ。まゆゆさん。まゆゆさんが忘れてたのかな。<laughs> 数は覚えてます。怖いね。怖いわ。怖いね。あ、あと九秒。いいんですよ。そう、そうやったら、あの、なんかね、あの、皆さん乗ってきますからね。<laughs> 前乗ってきましたからね。 はい、えー、今の曲は生き物がかりさんのブルーバードでしたはいということで、えー、この番組はガクラジカッコおかり、えー、沖縄県沖縄市小座にありますパーー、パ客室、はい、パークアベニュー入り口の近くにあります FM 小座より毎週日曜午後5時から6時の1時間生放送でお送りしておりますこの番組はいったかガクラジカッコおかりでございます、えー、今日は カズとジョンのお二人でラジオをしていますがまたは,い、本当はいますね他にも <laughs> はいということで今日のテーマは「数年ぶりにやることやったこと」でお送りしております、えー、皆様のメールコメントリクエストまだまだたくさんお待ちしておりますメールアドレスは7 6 1 f m k o z a j p すべて小文字で 761‐FMKOZA.jp となっております懸命にラジオネームを忘れずにご記入ください えー、そしてツイキャストユーストリームの方でも配信しておりますそちらの方でもぜひコメントリクエストお待ちしております、えー、そしてですね先ほどねメール来てましたはいよろしくお願いします読まきましたので行きたいと思います,います <laughs> はいえー、学ラジーネーム沖縄大好きさんからですありがとうございますありがとうございますカズさんジョンさんこんにちはこんにちは沖縄を愛する沖縄のラジオリスナーを <laughs> ジネーム沖縄大好きですさて今日のテーマは車のエンジンをかけようと鍵をさしたらエンジンがかからないと思ったら実は車の鍵ではなく家の鍵をさしていた話ではなく長いな <laughs>、はい、テーマ、えー「数年ぶりにやること」えー「仕事が早く終わり2人に会いたくて来ました」と言った方のですが今日は用事でこれませんでもツイーキャス参加していますさて本題の「数年ぶりにやること」えー「ええ一昨お,ととおととかな?一昨年」 一昨年知り合いから車を購入したのですが車の中に MD プレイヤーがついていて中学校以来久しぶりに MD で曲を聴きました出勤するときもドライブするときも聴きまくっています、えー、あとは、えー、専門学生の頃は、えー、中学以来エーサーを踊ったことかなあとは子供の頃に買ってもらったゲームボーイという ゲーム機も久しぶりに遊んでました遊んでました,遊んでましたえー、電池さえ取り替えればこれまでどおり遊べますでは最後まで放送ばりようということでありがとうございます <laughs> ありがとうございます MD ね存在はしてたんですけど、うん、使ったことないんですよ自分 MD ねあの,あの CD のちっちゃいやつでしょそうそうそう MD ねあの自分で MD のは持ってはいないんですが、うん、カセットは持ってますなんで <laughs> 使,使えないじゃんそれあと一応あの習い事で必要でした<ー>時がありましてなるほどそれで自分の家では聴けない聴けないのに持ってると MD 買ってこいって言われてなるほどね <laughs> <laughs> だからね CD とかあの何、はい、だっけテープカセットテープとかは使ったことあるんですけど、はい、MD だけ使ったことないんですよ 友達とかは持ってたんですけど自分は使ったことがなくて、はい、あの CD の後に出たのかなでちっちゃかったじゃないですかとってもそれ見てすごいかっこいいと思った記憶がありますね <laughs> <laughs> まあそうね初めて見た時はなんか CD よりなんか進化してんだけどみたいなありましたねはい,はいということでえっ、ーえー、とねえっ、ー、とねどこだっけなんだよえそうだ コスマさんが、はい、私は去年生まれて初めてインフルエンザかな、はあ、インフルエンザやかなって去年去年わおへえー、インフルね初めてインフルエンザに感染したよっていうことでら去年初めてなんですねそうなんですねあでもはい <laughs> なんだよでもなんだよ数も一回かかっ さっきりまだかかあ1回目は他にかかってないですねお自分も中学校の時に2回だったかな23回、はい、かかって以来かかってない気がするんだけどどうだろう自分の記憶違いかなはいまあそうね気づいてない間にかかってたとか <laughs> <laughs> それ一番あかんやつですね, <laughs> そうね周りに金だけばらいただけっていう <laughs> はいということでえ皆さんねかか数がごほごほしている「月大丈夫?」っていうことでありがとうございます 一応あの、支障はないいぐらい大丈夫ですそうですすそうね、本人がただ痛いだけっていうはいうつさないでよいやうつる咳かなこれわかんないですよもしかしたらインフルエンザかもしれないじゃないですかはい <laughs> ほらねあの、初見じゃないですよって突っ込んだ時にね皆様が来る初見っていうことでね <laughs> 大好きですよそんな皆さん <laughs> 大好きですよはい常連って知ってますそうなんですよあの 2月の14日に一度初見さんですねっていう話で、うんはい、まあでもまあ,まあ久しぶりに見たらね忘れてるってことありますからね,ね,ね、うん、まあしゃあないかはい元初見ですねほらかつて初見です <laughs> 違うんやな、はい、あメール来てますねはいあ、えー、じゃあお願いしますはい、えー、AKB ファンさんからメール来てますありがとうございますはいジョンカズ ゴ,ゴジラジのお聞きのな、かっこ、なんでやねん、がかっこ閉じ、がくラじお聞きのリスナーの皆さん、こんにちは。あこんにち、ジョン。引っかかったな。<laughs> くそ。くそ。こんにち、ジョン。テーマ、リクエスト、どっちしよう。リクエストにするわということで、リクエストいただきましたので。ありがとうございます。はい、後ほど。 後ほどかもしかしたら来週かなに流すかなと思います。今日どちらにしろ流しますので。はいということで、えっとですね、一旦あのなんか話題を切るんですが、はい、あのサクッと食レポの方、やっていいいきたいと思います <laughs> 急ですね、今日はまたまたそう。曲入ったらね、あの入った時間が30分、時間あるだろうって思って、パって見たら終わったのがなんか40分。 やばいやんっていう毎回そんなパターンねごめんなさいねまたあの曲なしでパッと食レポ入っていきたいと思いますはいえっとですね今日の食レポなんですがあの話でえ勉強しに行ってジョンに「食レポ何にしたい?」って言ったら「おいしいのが食べたい,とい」いいいとか言い出して、うん「おいしいのが食べたい」と、う、か、ん「甘いのがいい」とか言い出して 何がいいって聞かれたからえ甘いのって全部お菓子甘いやんみたいな <laughs> いやいや甘くないのもお菓子って言いますでしょ <laughs> とんがりコーンとか甘くないけどお菓子でしょ甘いやつもあるやんっていうことで、えー、何がいいかなって思ってえー、具体的にいいやったら、まあ、チョコ系っていうことで、まあ、ジョンも久しぶりに来てくれるわけですしいつもお世話になっているのでジョンが好きな抹茶やったー 買ってまいりました。やったそして皆様が大好きなあのー、いつものチロルチョコでございますよ。<laughs> 皆さん大好きチロルチョコ。皆さん大好きチロルチョコですよ。はいということで今日は抹茶テベルデということで、えー、抹茶の小豆餅と抹茶タルトっていうことでこの二つの味ねえー、っとテベルテっていうこの 何語？<laughs> え？何語？<laughs> 何語？イタリアかななんかすごい英語で下で書かれてるんですが、<う>イタリア語で抹茶を意味しているそうです。<ー>ということで抹茶抹茶です。<laughs> えー、抹茶って日本語じゃないんだ。ちゃんと外国に言葉があるんだ。そう、テベルテっていうのテ。テベルテ。えー、緑茶。緑茶。緑茶,緑茶な？緑茶。緑茶ってなんだよ。緑茶。まあまああっちで言う。 緑茶ああまあ確かに英語も「抹茶」って言わないもんねグリーンティーってあるからね <laughs> <laughs> そうそうそうっていうことで、えー、何がいいですか抹茶あずきと抹茶タルトあずきもちとタルトえっに何何何種類あんの抹茶のあずきもちとしゃーねえなどっちがいいあずきもちであずきもちで,ではいじゃあタルトあげるよはいえっ <laughs> はいあ小豆もちじゃんちゃんとおいしいということでなんかねおしゃれなんですねデザインおしゃれですねデザインデザインおしゃれですねなんかねあの大人っぽい感じのねそうそうあのなんか和風の感じがねすごくいい感じのやつと茶筅っていうのこれすごくあの質感もねつるつるしたのじゃなくてちょっとこの絵ですねざらっとした感じでということではいる にアムベンご <laughs> めんなさい、<laughs> ヘ,ルヘルニアムベンツさん、初 <laughs> 見です。えー、僕のマーク入ってますねということで、似てますね、似てますね、これですね。<laughs> このあのーあのー、抹茶タルトの方のデザインが似てますね。はいということで、では自分がいただいてください。抹茶あずき餅を。はい、だけど、匂いから。いい抹茶あずき餅、あのーうん 絵でしたら断片的な絵でしたらあの全体的に抹茶で包まれていて中に餅となんか小豆っぽいタレみたいなやつが入ってるような感じの写真なんですかはいどうです美味しいですねあのね、うん、匂い食べる前の匂い変えてみたんですけど、うん、その時点で結構小豆の匂いがするんですよ、うん、で今半分に割って食べてみたんですけど 結構あの餅の量も多くてあの噛んだ瞬間はものすごく、うん、あの小豆の味が結構濃いんですけど噛んでいくと、うん、結構まっ,たっと混じってきてちょっとあんみつを食べてるような感じの気分になります、うんうん、いいね,、えっと、ね数のこの抹茶タルトの方なんですが二、うんえー、層っていうか、うん、上がホワイトチョコレートで、うんうん、下が うん、普通のねのグリーンティー抹茶になって,て中にあのビスケットが入ってるんですよ<ー>で、まあ、サクサク感もあり、うん、も抹茶抹茶してないんですよ、あのー、ミルクチョコ入ってるんでうんちょっと柔らかい感じに仕上がってますはいこちらも結構がっつり抹茶な感じであそうなんですね、うん、いいですね、あのー 餅が入ってるののでで、うん、食感の違いいも結構面白いですねはいいいですね小豆がペーストっていうよりどっちかというと液体に近い感じなので、うんはい、3つの食感が味わえて楽しいですねはいということで、えー、今回紹介したのは抹茶テラあテベルテベルデ ででしした、はいえー、日本語に訳しますとすと抹抹抹茶茶茶茶緑はい <laughs>、えー、こちらチロルチョコ株式会社さんから発売されていてあの数の大好きダイソーさんで購入してきました<ー>もしかしたらダイソーさんにあるのかな、ね、ダイソーでもダイソー商品って書いてないのでどうなんですかねどこ,こにでも売ってるのかな探して気になる方は食べてみてください結構これはおすすめですねはいということで今日ねあのベラベラべら喋って、うん、あの。 タイトルのことをカズたちは一切触れずに、残り4分 <laughs> ちょっと触れようか、はい、そうだね、数年ぶりにやりたいこと、うん、やったこと、や,ことやりたいといえば、うん、書道をやりたいですね、<ー>前々からずっとえ、なんで、その興味、情けな感じ、あ喋っ,って、喋って、前々から、あの一応、以前に習ってて、やめて、うん、しまったんですけど、<ー> <laughs> もう一度やりたいなって、最近、すごく思います。へ え聞いたのにいやいやいや思いませんえ別にああそう数やってるしいやそうなんですけど <laughs> なんかたまにありません昔やってた習い事をやりたくなることってないえ <laughs> ありますよ、ね、結構あるあるだと思ったんだけどなあの未練未練があってやめたことはそんなにないのであ,あそうなんですかやめたいやめたいやめたいやめるみたいななるほどね <laughs> 感じぬことがねあの多かったので そそこまででであったりすすするのはないです、ね、うそうないねうんですか自分は結構あの未練というよりその時の一時の自分の欲望に負けてそう、ね、やめることが多かったので、ね、今なって結構あもう一回やりたいなってことが結構多いですねなので久しぶりにやりたいなっていうまだやってないけどあの久しぶりに何数年ぶりにやりたいなって思いました。ぜひ やってみてみくださいそうですね、今年また始められたらいいなと思ってます。い、ねうん、いいと思いますよ。はいはい、数はね、あのまあ、数年ぶりではないんですけど、1>, うん、1年ぶりに体を動かしたいなと、うん、ああ、そうですね、以前は結構活発でしたからね、そうそうそうはいそうなんですよ、あの1年間ね、あの勉強という名目でサボりまくってきたので <laughs>。 <laughs> まあまあうん <laughs> 勉強言い訳にサボったんだねなのでね少しはねあの運動しないとやばいなーって思ってます楽しいですからね体を動かすのははいということでバックで流れているのははい先ほどリクエストのあったマイリトルラバーハローマイリトルラバーさんのハローアギ アゲイン昔からある場所です。うん、はいということででは、えええコスモさんでは、温泉ついたので入ってきます。はあ、<laughs> インフルエンザ温度を高くして予防しましょう。乾燥する時期が流行です、流行するからねっていうことで、あったまってください。いいっすね、いいすね温泉。<laughs> はい楽しんできてください。はいということで、えー、ありがとうございました。えー、あのこ残りねあの1分 いいですね、楽しそうですね、でもなんか数、あのあんまり足、得意じゃない足 <laughs> あの足さばきがサッカー好きなんですけど、フットサルサッカーだよねあ違うサッカーとサッカーにちょっと違うのかな、分かんないですけど、自分もあんまスポーツは詳しくないので、でもね、あの動きたいと思ってます、いいですね、結構、フットサルはあのメジャーなスポーツになってますからね。 そう動きたい動きたいけどまたなんか始めるのって勇気いるじゃないですかそうですねなので皆さんも何かやりたいのがありましたら勇気出してそうやりたいと思ったらねぜひやってみた方がいいと思いますよまずはやってみようかみんなそうだねみんなでやろうぜひぜひ皆さん今日今日から何か挑戦してみたら五人制サッカーっていういいですね結構少人数な感じでやるんですね 楽しそう。うん、いいな。はい、ということで、カズも頑張って動かします。体はい、はい、ということで、今日皆さんいっぱいコメントありがとうございました。9人はい、そのうちヘルニアムベンツさん、初見さんありがとうございました。はい、お久しぶりのね。あの皆さんも。 本当にありがとうございました。今日は結構いろんな方に見てもらえて嬉しかったですね。そうそうはい。ということで、来週もこの時間やってますので、ぜひ興味がある方は、うん、えー、また聞いていただけると嬉しいです。はい。そして、次の番組もありますので、ぜひぜひ続き、きえー、次の番組の方も聞いていただけると嬉しいです。ということで、最後にいくよせーのリスナーは正義バイバイ